それでは iOS 5から搭載されましたマルチタスク用ジェスチャーについての使い方の説明を簡単に行ってみたいと思います。今画面に出ていますのが iPad のマニュアルから、マルチタスク用ジェスチャーを説明したものです。 iPad ではマルチタスク用ジェスチャーを使用するとホーム画面に戻ったり、マルチタスクバーを表示したり、別のアプリケーションに切り替えたりできます。難しいですね。まあ要は3つあります。1個目いってみます。ホーム画面に戻る、4本または5本の指でピンチします。ピンチとは何ぞや、気にしないでください。5本の指でシュッと上に引っ張る、これがピンチです。シュッと終わらせる。今までこちらのホームボタンでせますけど、これと同じことですね。でもホームボタンで結構壊れやすいので、なるべくピンチを使ってはいかがでしょうか。2番目、マルチタスクバーを表示する、4本または5本の指で上にさっと動かします。さっきもちょっとやってたんですけど、こんな感じですね。4本がいいと思います。上下上下でホームボタンのダブルクリック、ダブルタップと同じことができて、下のアプリが見えたり、立ち上がってるアプリが見えたり、明るさの調節、ボリュームの調節などができます。こんな感じですね。で最後3番目いきます。アプリケーション切り替える、4本または5本の指で左または右にさっと動かします。さっと横、そうすると今起動しているアプリケーションをこう切り替えることができるわけですね。 Windows でいうところの Alt Tab みたいな感じです。これをこう行ったり来たりするとですね、ホームボタンを全く使わずともいろんなアプリを切り替えたりしながら使えるわけです。便利なので、ぜひ活用してください。